はいえー、と法科学分析の適用範囲という、えー、その分析領域の拡大を目指して研究を行っています。えー、と特に薬毒物と言われる薬物とか毒物の、あのー、その分析法の開発を中心にあの研究を行っています。簡単に言うとその 発光のシグナルというものがあの違いが出てくる、えー、ということを利用して、えー、と検査しているというものですその時の感度我々の方ではもっと,、えー、と感度よく検出できないのかなということで、えー、といくつかの方法についてトライしている、えー、ものです一つは「電位変調」と言われる、えーとまあ、特徴的な電位、えー、シグナルを得るという方法なんですけれども えっとその分解の,、まあ、あの感度なるべく感度よく測りたいなということで、えっと、このような検査機あのシステムを構築して、えっと、検出に用いています。で、えっと、なるべく、えっと、測定は簡単な方が妨害成分の影響とか、えっと、手順の煩雑さとかが、えっと、やりやすくなりますのでなるべく簡単な方法として、えっと、このような手順で行っています。資料をガラスの中にに入れた後に えっと、溶媒もあの加えますでその周りにこのいわゆるこのパイロホイルという、まあ、アルミホイルみたいなものなんですけれどもこれを巻きつけて、えっと、高周波を印加すると数百度まであの一気に、えっと、加熱されて、えっと、高温高圧の条件で抽出されるという条件です。でえっと、我々は、えっと、特にこの電気化学発光といわれるこのような手法を用いて、えっと、検査しているんですけれども。資料中に含まれている化学種と 目的化学種例えば覚醒剤のメタンフェタミンとかいうものが含まれていると、えっと、電極表面から光があの出るというものも、えー、をあ現象を利用します。で、えっと、この方法は比較的簡便で、えっと、感度よく検出できるということがわかっている、あのー、報告されているので、えっと、実際にそのシステムの、えっと、構築を行いました。 理学部としてはその基礎を通じたその学びを行っているんですけれどもそれプラスさまざまな領域学際的な専門知識を用いることで薬毒物中心にその適用範囲の拡大を目標に本研究室で研究を行っています。